世の中の仕組みを数学的に実際こうだからこうなってるっていう理論的な考えができるようになったことがあります。経営システム工学科では現実のさまざまな物事に対してモデルに落とし込んでそれを分析したり数学的に落とし込んでどのようにしたら一番いい答えに見つかるかということをやっております。この学科の魅力としては数学的なプログラミングや数式を扱うものから会計学といった文系的なものまで幅広く学べるのがこの学科の魅力かなというふうに思っております。平均や分散という数学的な数値を扱う科目からリスクマネジメント論という実際の投資の分野について授業で扱っていく中で文系でここから先はこういうふうになるよ、詳細計算方法とかを言わずにここはこうだよっていうなってたところを理系の分野でその数学的なところを学んでるとそこら辺がここはこうなってるんだなって自分の中で結びつきができて全体的なつながりを感じた時にすごい面白さを感じます。今までリーダーというものに挑戦してこなかったんですけど大学2年時においてジャグリングサークルの代表を務めました。そこでコロナ禍ということもあってかなりいろいろな制約がある中で前年度の例もあまりなくて新しいことを自分で手探りでやっていかなきゃいけない状況だったんですけどその中で同期のみんなと協力したり先輩に助けられながらさまざまなイベントや文化祭などを行っていってその中でみんなとの協力や助け合いやリーダーシップを学ぶことができます。今もまだ研究内容については決まってないんですけど株価に関することには興味があってそっち方面をやってみようかなという漠然とした考えはあります。投資の勉強っていうとすごい難しくて自分は今はすごい簡単なことしかやってないんですけど投資信託という分散投資のもので初心者でもやりやすいものをやってるんですけど逆に学ぶってなる幅がすごい難しいというかとても深くて面白いけど難しいと思うので今中途半端に自己流でやってもうまくいかないと思うので学科や研究でその内容について深く知った上でさらにそういう面白い分野について自分で理解してできるようになったらさらにいいなというのは感じました。経営システム工学科は幅広い分野を自分の興味に合わせて学ぶことができるので少しでもこの学科のここが面白そうだなという興味が湧いたらぜひ面白い学科だと思うのでいろんな分野に興味関心が幅広くあって面白さを感じた人にはとても向いている学科なのかなというふうに